皆さんこんにちは。今回はステージ1の裏ボスに行く方法を紹介していきます。まず裏ボスに挑戦するには伝説の装備を全部揃える必要があり、ステージ10の地の試練をクリアする必要があります。ステージ10地の試練の攻略動画は前回上げたので、まだクリアしていない人はご覧ください。この2つの条件をクリアした人はまずステージ1に行き、始まったらすぐ後ろに戻り、このレベル21以上の扉を開きます。そして船を乗り、間の道を通り、雪のところまで行きます。真ん中に空いているとこに触れると、音がしてワープします。ムービーが入り、ここで裏ボスと戦えます。裏ボスのレベルは50なので、チームのレベルが50レベル以上がおすすめです。そしてこのボスは全体攻撃で魅了にする技が非常に厄介なので、直すアンテナか魅了耐性をしましょう。また霜焼けにもなるので、この辺の対策も忘れずに。ステージ1の証をコンプリートしたら装備がもらえるのですが、その装備が証ドロップ率 100% 増加するので、証を集めやすくなります。これさえゲットすれば証集めは楽になるでしょう。では今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。